育毛育毛します。まずちょっと薬飲みます。育毛たくも育毛たくも、あれ育毛たくもあった、どっちだ、これ絶対危ないと思いました。絶対なんか早死にしそうな薬ですよねこれ。まあいいや、僕あんま薬って嫌いなんですよね。でも買っちゃったからしゃあない。育毛します。ああバカですね。でもあのこう育毛してるとあのなんかねこう生えてきたんじゃないかなっていうなんか錯覚に陥ります。錯覚にね、もう生えてきたんじゃねみたいな、こう生えてきたぞみたいな錯覚に陥るけど、多分あんま変わってないですね。まあまだね数日ですからね、これ1年やればまあなんか変化はあると思いますね。1年これ1年やって変化なかったらこれ完全詐欺ですよねこれまああのまあ日本語にはですねいい言葉があって、なんか効能には個人差がありますってねこのいい言葉があるんで、まああれですけど個人差がありますと。1年経ってもダメな人もいれば、まあ、数ヶ月生きる人もいるっていうね、個人差がありますって。個人差いい言葉ですね、個人差がある。あの個人差があるってまあ本当魔法の言葉なんですけど、まあダイエットの商品とかそうじゃないですか。ダイエットの商品とか、まあ、宣伝してるやつ全部ビフォーアフターでなんか超痩せましたみたいな感じでやるじゃないですか、ビフォーアフターでね。だけど個人差あるみたいな、痩せました言うて、ね、わーおーみたいなね、たった2週間で何キロウエストなーみたいに言って、個人差がありますみたいな魔法の言葉ですよね。やっぱね、畑は硬いですね、まあ、頭皮が僕硬いんで僕マッサージ必要ですね。めっちゃガチガチですから、畑がねガチガチ。やっぱねこれマッサージ大事ですね絶対。やっぱ畑の理論ですよ、畑の理論。おそらくもう一回、あんま肥料やりすぎてもダメですよね。でもねこのカルミアエンスはですねあの刺激があんまないんでいいですね。サクセスとかはちょっと無理ですね、僕やったんですけど痛い、刺激が強すぎる、ただ親父臭い。どうすか、はい、ということで、育毛終了です。育毛